おはよう。クロちゃん、おはよう。つかぴー、おはよう。おじさん、おはよう。結婚してください。おはよう。フィザスターズ、おはよう。おださん、おはよう。ルナピョン、おはよう。かよちゃん、おはよう。 おはよう。上、父文さんもおはよう。いた。まなちゃん、おはよう。ありがとう。パチちゃんさん、おはよう。出勤ありがとうございます。 ビッグウェーブさん、おはよう。秋代さん、おはよう。つーさん、今日は HKTの声見に行く。おめでとうございます。ピンさん、おはよう。眠い。つよぴーさん、今日も頑張って仕事に行ってきます。頑張ってね。眠たくて。ああ、佐川さん、おはよう。 ふうちらさん、おはよう。今日はまだ元気いっぱいじゃない。なんやるさん、おはようございます。クロちゃん、今日は20分には弁当を作ろうと、おめでとうございます。行こう。実は実家で、実は初見、ありがとうございます。 眠すぎてやばい。寝起き配信、今日は。てってれてれん。やばい。ラッキーパンチ、おはよう。 頑張ろう。昨日は1時何十分くらい、10分15分くらい。 元気いっぱいでいきましょう。遅くまで勉強してたのかな。昨日は勉強してないよ。眠気覚めたい。では寝起きピカチュウさん。ピカチュウはいい。もう声がやばいから今日は後でやろう。 なんか今日顔がおかしい。<笑>今日すごい眠そうや。眠い。ご覧の通り。うーん、どうしよう。目が眠たすぎて。寝起き覚ましってないんかね。ですね。 今日はこれでいいや。何時に起きたの？最近起きた。
しわおくん、にゃっほー、にゃっほーでござる。たっちゃん、おはよう。どうしよう、なんかあったほうがいい。何が足りない？チーク粉？だいぶ違うね。これでいいか。では今日はこれでいいですか。よし。唇に触れたの柔らかな日本の、眠気合い。今日メイクバッチリ。全然メイクしてないよ今日。一つもしてないってぐらいして、チークだけってぐらい。今日、仕事の準備頑張ってね。12秒最高。唇につけとるよ今日。この上に何か乗せればいいのか。なんか眠そう。笑顔笑顔でいこう。にやその絵文字かわいい。最後のやつごめんつける。今日も昨日と一緒の上にいつもと一緒のやつつけて。セクシーになった。やだー完璧。明日からメイクしなくていいかもしれん、これじゃ。イエイ。眠たい。みんなでぬめぬめ配信しよう。おねむちゃん、はっちゃん。前髪切りたい。結構長いからまだ切れてないので、切りに行きたいな。とりあえずなんかでもお茶があった。Thank you.
パッツン希望。パッツンってどれぐらい？これぐらい？眉毛ぐらい？大きいコップしかないんだよ、うちには。でも大きくないよ、これでも普通に普通のコップ、ほら、お手手に入るぐらいの大きさ。もう前髪は長いからさ、鏡付きの肛門を使ってしまった。なんで私はバカなんだ。パッツンって眉より上？マジで？それはなんか嫌だな。眉毛ちょい隠れるぐらいでいい。あ、ママの爪のやつが落ちてる。もういいや。前髪は自分で切りませんよ。美容室に行ってきます。これぐらいにしよっかな。ヤンキーさん、おはよう。お初じゃないのに受かってる。Dさん、おはようございます。さぞことか言わない。眉と目の間くらい、これくらい、これくらいにしよっか。眉ちょっと下ぐらい。よし、ありがとうみんな。じゃあこれで切っていきます。お前でも眉毛は普通にしてて眉毛が隠れるぐらいがいいかな。いつものハッチャイ。眠たいでござるな。でもマイハの口にはさ、口内炎があってさ、痛くて痛くてしょうがないの。前髪長い方が似合うと思う。いや、全然もう前歯伸ばしてないんですよ、前髪で。なんか前までめっちゃ伸ばしてて、この辺までだったんですけど、まあなんか長かったら結ばないといけないんですよ、前髪を上に上げるとか。こっちで止めるのは嫌いなんで、正直アリちゃんみたいにこうやっていつもこうやってやらないといけないんですけど、それするのもなんかあれなんで、切ってこうしておきたいんですよ。切ってそのままパッツンで、パッツンじゃないけど。だから伊豆葉と話した。昨日 LINE で話しました。なおちゃんもおはよう。昨日ガッツルもこないで、前はね、この辺がね、下にあるんですよ。なぜかおかしい、変な位置にあるから痛い。そう、前髪は長いと邪魔なんですよ、ものすごく邪魔で。なんか今日の笑った顔が不自然。怖い。なんか多分口内炎ができてからさ、口内炎できて治るのって意外と時間がかかるんだなって今日改めて思った。眉山会の前髪、眉さんの前髪ちょっと言おう。渡辺眉さんのくらいの前髪の長さがいいですって言ってみたいな。骨、そう、痛くて疲れが来てるっていうよりは、なんか体のなんか、なんだっけ、食生活が良くないらしい。はっちゃんが偏ったものばっかり食べるから、
改善しよう。アリちゃんね、そうずっと前髪上げてんだけど、なんかその総選挙のポスターの時は流してたらしい。大人っぽく。ちょっとけど、お、ありがとうございます。はにゃにゃさん。実は俺も口内炎がつらたんだ。つらたん生活。食生活パルム中毒から、パルム食べ過ぎ、もう食べるなってことかな。好き嫌い多いの、いやそんなに多くない。中毒化さん初見です、ありがとうございます。動けないよ、12秒。今日目つってる、つってるね。いるか、もこちゃんおはよう。ぬるくなっちゃうかなこれ。ぬるんパルム中毒で太ってきた。あやばいな、じゃあ前はやばいわ。ちょっと気をつけて運動しよう。仕事行ってらっしゃい。じゃん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 。口内炎はちみつ塗るのいい。はちみつうちないや。お昼は学校のお弁当を頼んでいろんな種類食べる。頼むんだよ。へえ、目だんだん化粧しなくてもいいようになってくる。マジで今日は8月のお小遣いで買ったアイラインを引いてます。自分で買った。昨日の夜何してたかっていうと、化粧品を、私のコスメたちをきれいにして、綺麗に収納してました。こんなジェルライナー、かわいい、まあ多分わかんないと思うけど茶色です。茶色をこことここに、最近石灰ラインっていうらしい、ここに入れるといいらしいので、ここに入れてみました。あとここに、なんか全然アイメイクしなくてもラインだけでもうちょっと引くと違うらしいので、ちょっとやってみました。前使ってたやつが出なくなっちゃって、インクが。あ、ちなみにはっちゃんが今使ってる化粧のポーチをご紹介します。じゃん、じゃん、これはお友達がくれた、これシティユーに合格してからくれたやつ。結構ね、なんか化粧品をちょっと持ち歩くときはこれで持ち歩いてます。猫ちゃん可愛すぎる。やら可愛いね、猫ちゃんがいる、可愛い。子供が可愛いのか気にしなくていいよ。なんじゃそりゃ。ホテルは素を塗るといいって言われ、素か、素ないな。もしやさんありがとうございます。服使いの名前ってわかる、もちろんわかりますよ。はっちゃん可愛いよ、めっちゃ可愛いはじゃん。そう、おばあちゃんに買ったより小さい。おばあちゃんの今日ちょっと
結構でかいんですよ。あ、こっちはちなみに中にね、こう上に入れるところと、あとここにポーチが、ポーチやね、ポケットがついてます。昨日は化粧品を全部出して、なんか例えばここのこのチークのブラシを入れるところがすごい汚かったので、ここをきれいにしたりみたいな、なんかちょいちょい鏡とかあるやつは鏡が汚れてたりするので、それをきれいにしたり。これは化粧品が入ってます。前髪がやばい。で、こっちはなんだっけ、シュシュとか日焼け止めクリーム、ボディミスト、ニベじゃないや、なんだっけこれ、ワセリンとか絆創膏、鏡、くしみたいな、ちょっと化粧とは違うやつが入ってます。でも2つ持っていくのはあんまりって感じだから、リュックの時は2つ持っていきますみたいな。 A 型几帳面、全然几帳面じゃないんだけどさ、なんかこの辺ちょっとやりたくないじゃん、なんか綺麗にしたくなったり、たまにあるのよ。なんかお部屋から付けするとするじゃん、夜なの絶対。お昼とかにやると全然、今日は何する予定、何する予定っていうのはショールームでってことかな。ショールームはまあ今からあることをして、あとそれからみだくじで決めようかなと思いつつって感じで、収録見てたけどそんなことはない。そう、今からあることをしようと思って。にゃんなくさんおはよう。化粧品いっぱい持ってる？いやでもみんなに比べたら全然、普段メイクする、メイクっていうメイクはしないかな。アイラインと、なーちゃんだいたいマスクしてることが多いので、そうだからあまりしない。ただマスクを抜けた時にがっかりされないようにチークとリップぐらい、今日みたいな感じで、学校の時は一つもせずにノーメイクで行くんですけど、今は夏休みなので毎日がハッピーですあることしますよ。いや寒いな、ここの部屋クーラーが効いてるのか、ちょっと上着を着させてください。昨日上着をね、裏表に着てたんですよ。逆に着てて、また逆に着てんじゃん。かぶるんじゃなかった。女の子はこれ見たらすごく参考になるんじゃないかな。マジで。でもこれとかはあんまり入ってないよ。だってさ、ウエットティッシュがコンビニのウエットティッシュっていう、なんていう女子力の低さ。でも綿棒を持ち歩いてるからさ、ほらボディミストの蓋なくなっちゃったり。でもさ、これ全然出ないの。あ、出た硬いこれ。だから蓋なくてもなんとか生きていける感じ。あ、めっちゃいい匂いする、この辺やばい。マジか、 T シャツ後ろ前のまま広島市内の中歩いたらマジでやばいな、笑われる
お、握手会ぜひ来てください。お待ちしておりますよ。みんなさ、なんか前歯にアピールしてね。善悪とか、善悪だったら前歯にもっとアピールしてこなきゃ分かんないから、アピールしてください。わかるーとか言って、わ からんわーって突っ込むから 誰にも気づかねえって、家族に 家族に気づかねえったのはさすがにすごいな。ね、でもさ、市内の人って気づいても絶対言わないもん。有名人か絶対マスクいるよね。いやでもそうじゃなくて、ほんと人が多いとやっぱいろんな人がいるじゃん。風持ってんのにマスクしないで歩く人とかだったらうつっちゃうから、体調管理はしっかりしないといけないのでマスクしてます。まあ、でもマスクしてなくてもさ、バレないくらいなんだよ前歯はまだ。でも予防のためにいつもしてます。分からんのか。いやさ、気づいても絶対言わないと思うんだよね、街中の人は。なんかこう昔流行ったらしいウォーターエイドって知ってる？いただいたんですけど、なんか塗る絆創膏、女子力高絆創膏持ち歩くとか。寝る絆創膏、絆創膏と呼んでいいのかどうか。絆創膏塗ってあげようかって言われた。え、寝る？みたいな言われると思う、絶対。まあ、やばい。ちょっとこっちの目がね、なんかなってんだよね。JC、JK 負ければ分からないから、確かに。マジのはっちゃんだけは気づく。頭の中はっちゃんだけだから。他のメンバーする。マジか。じゃあ。見かけても声かけないでくださいね。なんじゃそりゃ。はっちゃんちは傷テープだよね。はっちゃんはカット版っていう。え、ママ傷テープっていうんだっけ？どうだ？バンドエイド、ママバンドエイド、ママカット版って。 ひでえ。違う、なんかさ、声かけられるって本当にびっくりしちゃうの。まあさ、3回くらい声かけられたことはあるんだけど、マジで何て言ったらいいか分かんない。 何て言ったらいいか分かんない。絆創膏、そう、絆創膏そろそろあることに移ろ。テロ変えます。みんなのお楽しみがここで分かるとき。消えちゃった。何ていうの、かかけ、顔見知りの人は声かけるね。OKOK。OKOK って。今日はなんとプリンを作ります。まあ本格的なプリンかどうかは分からないけど、今日作るのはじゃじゃん、お猿のジョージおやつプリン。めっちゃ可愛いよね。ちょっとこの袋抜けとこうかなって思ったんだけど、
で、全3種類の何が出るかお楽しみのカップ3個あるんだけど、はっちゃんさ、この真ん中のさ、こう黄色いペイントみたいなのペペペペってなってて字が書いてあってジョージくんがいるみたいなやつがいいなと思ったんですけど、なんだろう。そう、プリンです。こうポンポンプリンじゃなくてお猿で、中に入ってるのはカップとスプーンとプリンの素だけなんだ。あと100回ぐらい混ぜる。じゃあ開けてみよう早速。でー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 、お、ほんとだ、3つ入ってる。さてカップの中身は、てれ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 、じゃん、お、お、こはっちゃんの出てほしかったやつ、やった。そう、黄色いおじさんのやつも理系から料理女子変わりません、理系は。まず牛乳をこの線まで、ここのこれまで入れます。今日は美味しい牛乳を使います。ちょっと牛乳見るのはあんまり好きじゃないけど、でもさ、プリンがさ、バターとか使わずにできるのは本当にすごいなと思った。持ってる人はこういう時に引き当てるんだよね、すごい名前は持ってる。なんか一回だけガチャガチャやろうってなった時に、自分が欲しいのがだいたいさ、こうガチャガチャってなんか一番メインのやつがドンって真ん中にあって、あと他の種類はこうあったりするじゃん。そのドンってなるやつが出たりするの前が。まあいいや、それはいいとして、とりあえず牛乳入れてみます。あ、牛乳だ、めっちゃ濃厚な牛乳だね。これでもやっぱ下に置いて焼いた方がいいかな。ここまで入れてね、はい、はい、OK、 入りました、牛乳が。じゃん、そしたらプリンの素を入れます。え、あった、プリンの素、これでプリンができるんだって。みんなすごいね、時代は変わったって感じ何言ってんだこいつって。え、見て黄色い、下に黄色いのが止まってる。じゃあこれを1分ほどよくかき混ぜて、約100回、1,2,3,4,5、 え、なんかめっちゃいい匂いする、プリンの匂いする。カラメルはない。50、1,2,3,4,5,6,7,8,9,50,1,2,3,4,5,6,7,8,9,60,1,2,3,4,5,6,7,8,9,90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,100。お、じゃん、結構トロトロしてる。
さっきの牛乳とは全然違う。結構トロトロしてます。でこれを冷蔵庫に30分入れて完成らしい。よし、じゃあこれを30分間冷蔵庫に入れてきます。よっ、今から30分だから10分。10分になったら教えてください。取りに行きます。そう、冷やして固める。これで終了だよ。今何時？7時40分だった。そうないわ出来上がりないわ。30分冷やしてもう完成。混ぜてめっちゃいい匂いするんだ、この中。何時までやる？まあまあ適当に、まだ決まってない全然。そして朝ごはん食べてないからさ、今日も寝起き配信だとか朝ごはん食べてないっていうか、宿題やらなきゃやばい。宿題やってもいいかしら。全員あれ？あ、ほんとだ、逆だ。マイハは何を考えてるんだろう。ってことは45分まで冷やせばいいのか。朝ごはんプリンにしようか。フルグラ食べたい。ハッチフルグラ食べようかな。え、みんな朝ごはん何食べた？いた。靴ベリーに惚れたの。ただいま。宿題やろうか。 SM メンバー好きすぎね。マイハラブトリップも好きです。あれなすぎフォアグラ、やばいやばい。あ、なんだっけ、世界の三大珍味？珍味じゃないな。おはようございます。ただいま。朝ごはん食べるね。今日の朝ごはんはフルグラ。ラブトリップ。ラブトリップテテ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 テ。フルグラがもう少ない。ラブトリップラララララティラブトリラブト。ちょっと前奏が長いや。僕らの知ってる街はどこめい。これでも入らんくない？お皿がいるわ。どこへ行ってしまったのだろう。空き地も丘も消えてた。
見たく、ヨーグルトあるよ。じゃん。景色が広がる記憶を修正しながら、いつしか大人になってしまった。過去か未来か、 I wanna go Love Dream、 時の彼方へ Love Dream、 愛の胸の奥にしまっていたあの頃。あ、そうだ、皆さん明日、明後日、明後日はもう握手か。あ、ありがとう、ママがおしゃれ持ってきてくれた。明後日か、明後日はもうはっちゃんのお母さんの BGM。 どうしたどうした。でもそういえば、そういえばはっちゃんの握手会があるので、皆さんね、ぜひぜひおしましも待ってますので、お願いします。結構おしましの方がいっぱい来てくれて嬉しかったです。そう、松井樹里奈さんとか奈々さんとか、あとのんちゃんのおしましの方も来てくれて、なんか STU のこうバーって並んでて、奈々さんこの辺にいたんですよ。 STU ホテルの一番こっち側に、はっちゃんは一番こっち側なんですよ。パッパッと、なんか名前順で並んでて、で前歯は一部の一番最後だったんで、名前がなので一番こっちで、端っこで隣でありちゃんみたいな、おちょちゃんタダタタラーンって並んでて、奈々さんは一番 STU のこっち、一番こっちにいて、で前ナナさんってさ、めっちゃ列バーって並んでるじゃん。で、はっちゃんがバーって飛び上がって振ってたら、それを見てくれたね、みんなファン、ナナさんのファンの方が来てくれたので、めちゃめちゃ嬉しかった。ありがとうございます。お、お仕事行ってらっしゃい、ハッチ。あ、ハッチって名前変えてる。はっちゃん昨日ハッチって呼んだから。今日の朝ごはんはフログラです。え、みんな45分になったら教えてね。ずっと聞いてるからね、声かけない。お、ありがとう。じゃん、朝ごはんはフログラ。ちょっとやばいな、こんな感じ。いただきます。食レポはプリンの時のためにのけとこ。口内炎があるから上手に食べられないや、今日。ちょこっとずつ。昨日トマト食べたらさ、あーって口内炎に染みちゃって痛かった。
とご飯食べるのにめっちゃ時間かかっていいかも、これは。ゆきえさん、初見ありがとうございます。うちの声はじゃあサビだけ歌って、あとは最後に投げつけましょう。そう、まで優しくおおらかで、淡い日差しの中、僕は願いを風に向かって叫ぶ。瀬戸内の声、握手したい。ぜひぜひ握手会来てください。お待ちしておりますよ。神曲ですよね、本当に。いやさ、そろそろさ、握手会の準備しなきゃいけない。まだしてなかった、やばし。ちょっとまた握手会の準備もしなきゃね。3日間、そう、今回は可愛いよ。今回の服、マイハオ好きな服です。みんなにも見てもらいたい。結構さ、望遠鏡、望遠鏡ってを持ってきてるって人がいて、こうレーンの外からこう望遠鏡を覗いてみんなを見てる人がいました。うん、だからめっちゃ服が増えちゃう。うん、はるくさん仕事行ってらっしゃい。頑張りましょう。双眼鏡？うん。
朝ごはんマジで美味しい。星見るやつか。それちょっとでかすぎるな。こんなでかいやつ持ってきてメンバー見る。リサマルさん、やっほー。まやさ、すごいなと思ったのが、ゆいもが、全員の名前を呼ぶんですよ。そう。だから、すごいと思って。一人一人の名前を、こう乗ってない人以外にも呼んでるのはすごいなと。いつかはっちゃんも取り入れよう。おいしい。足がビリビリしびれてしまった。もぐもぐで終わっちゃったら嫌だな。いや、正座してないけど、なぜかなった。あれ、ずっともぐもぐで終わったら嫌だな。ご飯食べて宿題やってみたいな。サックさん、おはようございます。おはよう。
しまこさん、おはようございます。仕方やる暇がない、朝ごはん食べてて だいぶフルグラ減った美味しい。美味しい。はっちゃんヨーグルトで食べる人なので、ヨーグルトで、でもあとまだ時間、まだでも15分ぐらいあるから、もうちょい待とう、待とう待とう。あ、うん、たけしさんおはよう。ご飯食べよう、腹減ってきた。もうちょっとで完食しそう。前歯のプリン、プリンじゃないや、プリンじゃない、ホログラちゃんが、こんなんてつらいね。本当だったらとっくに食べ終わってるはずのご飯がまだ食べ終われてないっていう。
esto. あとはプリンを待つのみです。完食。そう、プリン作ってた。マイクルさんおはよう。タコマスク座ってほしい。お。何分だろう、あとどれぐらいでプリン取りに行く。僕らの知ってる街はどこへ行ってしまったのだろう。秋地も丘も消えてた。見たことない。あ、まだ38分、ありがとう。まだ無理だ。45分になった後で行きます。記憶を修正しながらいつしか大人になってし。そうだね、あと78分くらい頑張って。時の彼方へラプトリップ帰ろう。胸の奥にしまっていたあの頃。 I want the ラプトリップ。君を探してラプトリップ帰ろう。いいよね、ラブトリップ最高。胸の奥にしまってた。喜んで。どうした？チャリンコ来た。イエーイ。マリナの配信始まった？ハローペールからのクエスト、あ、ありがとうございます。45杯になったらみんな教えてね。
なんかさ、前はさ、ほっぺに塗るやつさ、こうピンクのやつとね、オレンジのやつ持ってんだけど、はっちゃんにピンクは似合わんらしくて、オレンジが似合うらしい。まあちょっとした豆情報。オッケーです。お、よろしくお願いします。まぶたをするものだけど最初の切なさ覚えてる。スライムは食べ物？スライムは食べ物じゃない。食べるのは危険ですよ。おかしいな。モッキーさん初見じゃないでしょう。おはよう。首の動き。プリンは食べ物？プリンは食べ物。はっちゃんも選抜メンバーになれたらいいな。稲のぐともちぐさりのブーム終わった？まだまだ終わってないよ。サンキュー、ありがとう。 Thank you。 お、44分。じゃあそろそろ取り行ってきます。固まってなかったのでまだ待ちます。まだちょっと早かった。でも30分待ったよ。宿題やろう。なんか、なんだっけ、なんかさっきよりは固まってたけど、まだちょっと液体っぽい感じね。冬だったら多分もう固まってるんじゃないかなって感じ。じゃあ宿題やろう。みんなでやりましょう。飲みません。食べたいもん、プリン。もうプリン？あ、もうプリンだって。なんかこうなるけど、プリンらしい。
いきます。確かに入れてもつかないもんね。お、プリンじゃん。じゃ食べてみようよ。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。美味しい。なんか卵もバターも使ってないのにここまで美味しくできるのはすごい。うん、これ焼いたら焼きプリンになるかな。ね、さすがジョージの考えは大成功。この音って本当何からできてんだろうね。カラメルがなかったからちょっとあれかもね。でもこれ食べ終わったこのカップとかまたコップとか、まあ、コップとかうがいのコップとかいろいろ使えるからいいかも。うん、なんかカラメルソース、でももうちょっとだからいっか。甘さ控えめ。やっぱちょっと牛乳の味があるな。でもまあ全然いい感じ。コマーシャルやった、お待ちしております。カラメル簡単にできる。うん、お皿が割れちゃうかも。めっちゃ美味しい。そう、まあ麺離れてる。でもそれもさ、 STU に入ってから気づいた。こんなに目離れてて、今まで全然感じなかった離れ目がこっちに来てからめっちゃ感じるな。密だし密じゃん。美味しそうって。密も作ってねえ、みちみちあれだよ、みちのギターめっちゃうまいから、みんな見に行ってあげて。あげてじゃない、見に行ってください。みち歌もねうまいし可愛いし最高ね。なんかみちが沖縄の時同じ部屋だったん、みちが。でちほちゃんも前東京にいた時に同じ部屋で一緒に配信してたの、みちとちほちゃんが。前はちゃん起きなかったーっていう。面白かった。前は全然起きない。朝ちょっと言っとかないとな。でもね、本当に同じルームの人がみちとかちほちゃんでよかったなと思った。めっちゃ優しいの、みちも。ここじゃなかった。みちもそう、みちもちほちゃんもめっちゃ優しくて、また同じ部屋の人が優しい
お姉さんが一人でもいたら嬉しい起こしてくれる人がいたら嬉しいなって感じそう、ここは優しい。めっちゃまやちゃんの配信好き。あー、ありがとう。みち優しいんだよな。でもさ、まやちゃんっていうのさ、コッコもまやちゃんっていう、なぜか。起きなかったとこ配信、そう、ちょうちゃんが、違う、あれ、ほんと目覚めてたんだけど起きてはなかった。目覚めて、あー朝だー、あ配信してるみたいな感じそう、で、違う、前はもう配信できたらいいんだけど、なんと携帯が故障破れてる、破れる、うん、まあその辺でちほちゃんが起こしてくれた、マイハを。イエイ、ありがとうね、ちほちゃん。ココアはね、優しいよ。マイハの、なんかダンスの振り間違えてたりしたところを教えてくれる。破れるは方言です。そう。そう、ちょうど破れてて。感じ。うわ、来ました。お、ねちこさんありがとうございます。歓迎していただいてお猿のジョージと会うよ。怖いな、食べてみて。カラメルも入ってる？カラメルがね、混ざったような味がするらしい。カラメルも多分入ってるらしいよ、中に。美味しい？でもやっぱりなんかちゃんと作った方が美味しい味はするけど、でも粉と牛乳だけでこんなに美味しいのは作れるのはさすがです。うん、上司買ってきて。でも前はもうこれのジョージはなかなか見かけないよね。これはね、なんだっけ、夢タウンじゃなくて、なんかさ、あるじゃん。なんでかい。なんだっけ。マックスバリューじゃない、イオン、そうかな、わからん。マックスバリューですお、これかわいい、ありがとう。シャービックって何、シャーベットなら知ってるけど、シャービックは知らないよ、お前は。え、お年寄り分かる感じのやつ、お年寄りじゃないやつでも分かる。お前は知らん。大谷さんが欲しい。お、でも今マリナちゃん配信中だよね。頑張ってね、マリナ、一緒に頑張ろうよ。100均にやってるよ。買ってみよう。シャービック。覚えとってね、まあまあ、シャービックって、はっちゃん。
シャーベットだけって思うから。北総かわいい、ありがとう。お店の人に常時おしゃれの、あのプリン作る、おやつのプリンを作るキットみたいなってありますかね。お猿のジョージのプリンを作るキットみたいなやつってありますかねって聞いたら分かるかもしれない。あーちょっとうちにはないですね。でもね、結構ねお菓子売り場に行ったらあるよ。あのおもちゃとかあるじゃん、なんかよく箱に入ってさ、ネックレスとかさ、なんかいろいろあるじゃん。そういうところの辺にあるから見てみてください。そこはなかったら多分ないと思う。うん、ゼリーのキットとかありそう。どこへ行ってしまったのだろう、空き地も丘も消えてた、見たことない景色が広がる、記憶を修正しながら、いつしか大人になってしまった。過去か未来か、 I will go when will go、 ラブドリップの木の彼方へ、ラブドリップ帰ろう、胸の奥にしまっていた残る哀れて、ラブトリップ君はどこにいる、ラブトリップ帰ろう。お、押しながら配信してた。お、ありがとうございます。感謝感激。お、2時間配信できました。1時間半だね。そうだ、はっちゃんは7時半に始めた。じゃあ9時半に終了しましょう。今からお勉強どうぞ。お勉強しよう。そしたら今日はまだ完食してない。開けて開けて。雨あられねえ、本当に面白い。じゃあ宿題しますよ。漢字します。漢字、ねえ、なんかさ、数字の漢字って驚くほど難しいよね。壁、壁だって。え、むず、なんでこんなにいっぱい漢字が。難しいですね。え、みんなやってよ漢字。はっちゃん今18ページやってんだけど、これ25ページまでやらないといけないの。やだ。でさ、はちゃんもあとちょっとしかないじゃん、休みが。18位ぐらいしかないのに休みが。でも英語まだ1ページちょっとしかやってない。30ページやらんといけんのにまだ1ページちょっとしかやってない。やばい。見せてみ、これ多分ミスったらいいんかね。
いや、見せるのやめる。じゃあ汚いから。うん、通りすがりの初見です。お、ありがとうございます。ルームフォロー嬉しいです。グイフさん、ありがとうございます。難しいよ。はっちゃん、漢字と英語が一番苦手。そうね、はっちゃん覚える気がないから絶対覚えられないんだよ、英語も漢字も。なんかさ、苦手な漢字ってさ、めっちゃでかくならない？漢字。めっちゃでかくなるんだけど。何？いつもここに来て、君と語った夢は止めとなく溢れて、もどかしすぎてゆく青春の秘密、自分は何を残せるのだろう。次、束縛、捕縛、縛り上げるみたいな感じに使われる縛るって英字です。おはよう、みんな。そばっで青い海はどんな時も優しくおぼらかで、淡い日差しの中。でも縛るは意外と簡単かも。糸編に約束だっけ、これ約束だっけ、なんだっけ、忘れちゃった。僕は願いを風に向かって叫ぶ、瀬戸内の声と、と、で、一漢字ごとに顔上げるね。漢字ごとに顔上げるってなんかおかしいことする。いつの日かまぶたを閉じながら思い出す、ふるさとあの夏。はい。うん、てんな、手を忘れずに。波音とちょっとペンで丸しとこ。はっちゃん間違えそうな、この点、この点、点を丸しとこ。そしたら絶対忘れることない。まあ、はっちゃんが漢字のノート見返すことはないけど。このはっちゃんが見返すことはない。全然漢字覚える気ない。やばい。でも覚えんといけんのはこっちの右側のページ、左か、左側のページ覚えんといけんの。まだ大丈夫。だってさ、はっちゃん無言でやってるとこさ、聞いたって見たって面白くないでしょ。みんなも絶対楽しくないはず。優しくおらかで、淡い日差しの中、僕は願いを風に向かって叫ぶ。
tan 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 tan. Uy, uy, oh my god. ママに喋ってもらおうかな。ママのトークショーはいかがですか。クマさん。ママこれママでママで眠たくなってくる勉強したら。やばい眠くなってくるわよ。今ね、めっちゃ順調に進んどるよ。めっちゃ早い、この感じは。寝ちゃダメ。大丈夫。寝ない。めっちゃ眠いから。ハンマーでマイハが持てばいいけど。絶対ハンのショールーム終わったら寝るわ。ダメよ。眠い。幸せだ。よいしょ、勉強勉強勉強やるぞ。あ、言い忘れてたけど、みちゅのみちゅのね、あれあれなんだっけ、しんのすけめっちゃうまいから、ちょっと今度やってみて。クレヨンしんちゃんのマネやって。あ、おい、ほら、しんのすけだぞーって言ってくれるから。あと空間に「しいたけ先生だっけ?」やってって言ったらやってくれるよ。おい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 、うまくないよ。あら、しんのすけだぞー。ぷくぷーちゃん似とる似とる。今ね、違う、驚く、驚くって字を書いてます。ほいほいほい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23。画数多いな。うん、ありがとう。そう、驚く、なかなか上手に書けん。
さ、みんなもう宿題終わった人おるんかね。なわけ。うん、これはすぐ終わりそう。浜辺。なんかさ、でもさ、最近の人たちに漢字って本当必要ないよね。みんなさ、なんだっけ、携帯でさ調べたりさ、なんか携帯のさ調べたらそう漢字とかって出てくるじゃん。だけどさ、そういうところはさ、なんかもう漢字いらないのかなって思うよね。だから全然漢字覚えられない。辞書で調べるとかしないからさ、眠いね。みんな頑張ろう。勉強するとさ、勉強すると眠。勉強すると眠たくならない？なるよね。みんなで頑張りましょう。今は影っていう字を書いてます。うん、泣かないで。泣いてんじゃない、あくびで涙が出てくる。ね、授業中眠いよね。お、これ書いたら半ページ終了や。ハドポッポだ。うん、もう一回。うん、間違えた。3ページ終了しました。あと半ページ。泣きたくなるほど眠たい。でも頑張ろう。今日は1ページ仕上げると決めたのだから。引き続きくまさんでお願いします。今書いてるのは嵐っていう字、春の嵐っていう字を書いてます。
張れナイハッチ。頑張れ頑張れ。おい、かけた。今ね、涼しいっていう字を書きます。いいね、いいね。よし、書き終えた。もう飽きとるよ、めっちゃ。で、次、虹。うん、虹は簡単だ。よかった。間違えて足って書いてしまった。はい、じゃあ次は漢字の問題をやっていきます。頑張ろう。むず。割れるだって。壁面、壁の面ですね。くしゃみが出そう。やっぱりあくびが出る。私たち、あ、私は分かる。印象、印象はこれね。時間に縛られる、縛られるは糸辺にこういう点を忘れないやつで、知る、知るはこれね、思う、思う。風景、風のこれか。いいね、いいね、いい感じよ。今だいぶバーバーっと
し、もうちょっとで終わる。これが終わったら配信も終わりです。距離、さっきやったやつだ。発見、発見はこれに見えるね。発見、驚くもこれさっきやったね。かけた。喜び、喜びはこうか。喜びか。え、やっちゃった。もうちょいもうちょい、頑張れ頑張れ。美しい。あれし、山林、あげる、虹、じゃ、違った。はい。じゃん。かけた。終わりました。眠。イエイ。できたよ。よかった。よし。あと28ページじゃない。あとね。6ページ。うん、答え合わせはしなくていい。じゃあ13位から読もう。13位はまこっちゃん。12位 F1 ファンさん、11位ニンニクマンさん、10位ハッピンクさん、9位ジフミさん、8位 TUX さん、7位シャガーさん、6位今夜が山田さん、5位がハニャニャンさん、4位は A イコールさん、3位が埼玉山添さん、2位ビッグウェーブさん、そして第1位はツインギザさんです。ありがとうございます。で、なおちゃんさん、ハートいっぱいありがとう。100個あるかな。ありがとうございます。
母もコツコツ勉強頑張ります。皆さん今日も来てくれてありがとうございました。よかったらねフォローの方もしてくれたら嬉しいです。はい、では今日も来てくれてありがとうございました。バイバイ。